どうも、こんばんは、エヌです。今回は東京グールリインボーク激闘アンテイク攻防戦、ついにやってきました。僕ね、前からこの最強降臨が出るたびに最強降臨ラッシュを早く出してほしいってずっと言ってたんですよ。まあ今回最強降臨ラッシュではないんだけど、やっとこういうねボス戦ラッシュみたいなのが出てきたんで、今回はあの持てる戦力を集結させてですね、まあ短期決戦って書いてたんで、まあ、一応やっても2ターンまでだろうということで、もうほとんどアタッカーなんですよね、ここに入れてるの。まあ、一応最高、本当に一応最高だけは、まあ、保険として入れとこうかなと思って。まあ大丈夫でしょう、わかんねえけど。何体ね、母船が続くのかよくわかんないけど、まあ行こう、やっていこう。とりあえずね、死神入りゃいけると思うんだよ。なんかもう避けてガードして、でもどうなんだろうな、状態異常とか使ってくるって書いてから、ちょっとそこら辺が心配かな。状態異常回復、おまず8、まあアンテイク編で出てくる操作官なんでね、まあ8とかモーガンとか、まあ篠原とか黒岩とか、まあもろもろね、有馬出てくんのかな、なんか有馬出てきそうで怖いよね。まあとりあえずやっていきましょう。そうだな、まあ、いつも通りでいいでしょう。待て、余裕だぞ。おい待て余裕だぞ、待て、一人目余裕だぞ。な、何ぼある？3なんだが、おい3だぞ、余裕じゃないのかこれ、嘘だろ。待て待て待て、これ余裕じゃないのか。とりあえずバフかけて、これあれかな、挑戦するたびに中身が変わるとかそういうのではないとは思うんだけどな。とりあえずオール打ちます。まあこれでは飛ばないと思うけど、オッケー。あらららららら、まあこれあれか、フクロウとフクロウとあれか、黒犬とマエンを連れて、まあ原作再現でクリアしろっていうことなのかな。まあいいや、とりあえずやっていこう。あーこうな、さあ圧倒カネキのスキル打っていく。グールだ、オッケー。お勝ってあー勝てえな、久しぶりにワクワクする敵なんだが、なかなか勝てえじゃん。これ短期決戦いけんのかな、なんか全員吹っ飛ばされたりしねえか。とりあえず出血、こいつあれかな、後半で、あ、まあ、めっちゃ削れるな、後半であれかな、あの暴走新たっていうか、これいけそうだな。あー殴るんだったら下だった、まあいいや、オッケー。これオールでいけねえか、アーモンクオタロウ。相手は、名属性ですね。でオール出して、オールのスキル打っていく。あーたまらないよね、まあ仕方ない。だがこれでアモンがたまって終わりなんです。なるほどね。うん、有馬とかなんか俺結構ね10ステージぐらいまであるのかと思ったら、あーなるほど、こんな気かまあ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 、これね A しかなかったんで、まあ難しいのかな、どうなんだろう、まあ、結局熟練度ほとんど 100% なんで あんまり参考にはならないかもしれないんですけど、まあまた別のパーティーでね、プレミアムのキャラとかだけでもまたやろうかと思います。はい、またその時見てください。まあ、S とかね、 SS とか出てもいいと思うんだよね。もう難易度昔あったじゃん、あのイベントに S、 まああれ結構負けること多かったんだね俺。まああれ うますぎるんだがあ待て、めっちゃ報酬うまいじゃんこれ、4つ出んのか。
これはあれですね、もう全力周回、はい、やりましょう。ではまた次回の授業でお会いしましょう。最後の最後で噛むっていうね。はい、お疲れ様でした。